マサチューセッツの過失船におけるボイラー室、または過失とは水を沸騰させる船内の空間である。この蒸気は直ちに船尾にある分離された機関室に運ばれ、船の動力として利用される。船の安全性と対衝撃性を高めるため、必要な操作に必要な機械は、いろいろな空間に分かれて設置されているが、過失もその一つであり。 最も大きな仕切りで区切られている空間である。いくつかの船は、船首と船尾、右舷と左舷、複数のように複数配置される。いずれの部屋も煙突に接続される。通常、過失は接続されているエンジンほどは複雑な構造ではないため、通常下級職員によって監視されていた。大多数の船では、過失は船尾に近い船底に設置され、 通常は一区画にまとめられていた。このデザインは船舶の輸送容量を最大化した。いくつかの船では過失は中央に位置した。このデザインは1880年代から1990年代に建造された船舶に多い。船舶は外して異なる目的の複数のエンジンが設置されている。メインエンジンまたは推進エンジンは船のスクリューを回し、 水中で船を動かす。これらと接続された過失は外して重油を燃焼させる。これらは燃焼炉内に積み上がった燃えカスを除く仕組みを持つ。蒸気船では電力と推進力の両方を一機、または複数のボイラーで提供しているため、過失はボイラー質とも呼ばれている。この名前はイギリス海軍等で用いられる。ボイラーから送られる高圧蒸気は 機関室でレシプロエンジンもしくは動力タービンを動作させたりタービン発電機を稼働するために用いられる。軍艦は外して燃料の配合を変えることで多量の煙を作ることができた。これはレーダーが使われる以前は円幕で船の動きを隠せたためである。過室と機関室を分けることでダメージコントロールを高めることができる。これは機関室が破損した際。 蒸気を別の機関室に運ぶことができるからである。また、機関室は直結する皮質が稼働不可になっても稼働し続けることも可能である。1990年代初期に過失を不要とする2種類の新技術が生まれた。一つは、原子力船である。これは、もし各燃料格納庫が被害を受けた場合、当該格納庫だけを船から廃棄することが可能である。2個目は、 全ての軍艦に内燃式のガスタービンを追加することである。これにより、ボイラーを使わず直接機関を動かすことができる。過室は高温でしばしば汚く、潜在的に危険である。過室には火災原因となる燃料が存在するため、技術員が常時監視し、様々な監視システムも備えている。過室は、 燃料添加操作時のいくつかの理由で空気提供が必要であり、そのために換気と結びつけられる。過失は換気によって要因が耐えられるよう冷却し続けなければならない唯一の場所でもある。そのためエンジンの取り込み口と同じ大きさの無制限開口構造が過失にも必要である。強制換気した過失は第二次世界大戦中に使われた。これは エアロックの圧力調節を行う要因を必要とした。時折強制換気に失敗してバックファイアで過失要因の死亡事故が発生し船が放棄されることがあった。共通して、間仕切りはエアフローを邪魔せぬようおおむね50%開けなくてはならないため解放空間が適切に取られていた。 この一般的な空調設備と十分な燃焼用空気の設備は著しく異なる。典型的な配置では追加換気で1000、立方フィートマイフ2以上必要である。これをエンジンが自身の動作のために過失から十分な空気を引き込まなくてはならない。しかしながら、この換気については通常取り込み口や排気口で行われる。点火中は高校時だけではなくて白時も、 用意配置される。例えば、アイオワ級戦艦は常時4機のボイラーが稼働する。これは、船を27ノットに加速するのに十分な出力である。さらに加速する場合、全8機のボイラーが稼働する。いずれの状態でも、監視のために最低4人の訓練された操作者が必要である。 ボイラー監督者加熱蒸気発生装置バーナー操作者、蒸気温度、蒸気圧管理者、スチームドラムの水量を監視、制御者加えて、稼働時には、過失の伝達員や配管作業者も必要となる。インターナショナルマリーンエンジニアリング22シモンズ、ボードマンパブリッシングカンパニー。 p298、一瞬0272から2879、http コロンスラッシュッス,ッググッッスラッシュ books.google.co.uk スラッシュ books、i d p g ル PG ママジ2 0 1 5年2月22日、閲覧。ベンチレーション、アクイジション、アスプックス。p u b l i c n ビ a v y m i l 2015年2月22日、閲覧。 パーソナルクオリフィケーションスタンダード 4BB-61 クラスエンジニアリングチーフオブネーバルエデュケーショントレーニングありがとうございます